はい、こんにちは、沖縄おばばです。はい、武田先生の最新の動画が届いております。えこちらも皆さんとシェアしたいと思います。はいて、武田邦彦先生ですね。今回の、あの、あれですね、わっ,わっくん、わっくんの問題点についていろいろと詳しく述べていただいてます。はい、私も、おカレーの 言う通りだと思います。はい。ぜひぜひ皆さん、あの、他の人ともシェアしてあげてください。素晴らしいです。私、この人ね、本当に、あの、理論的にですね、あの、理論的に、きっちり筋道を立ててて、本当に、あのー、そういう説明の仕方がね、非常に気持ちがいいんですよ。 はい。えー、武田先生ですね。彼は、あの、データからしかね、ものを言わない人です。はい。あー、想像とかね、あのー、予測とかで、ものを言わない人ですね。はい。えー、その方が、きっちりと説明しております。非常に素晴らしい、あのー、なんていうのかな。動画だと思います。皆さん、ぜひぜひ、あのー、ね、 ご覧になってください。そしてできましたらね、こちらもお知り合いの方にいろいろとシェアしていただけたらいいかなと思います。はい、えー、本当にね、えー、今ね、この問題がね、刻印問題がね、えー、山積みになってますからね。なので、えー、まだまだね、えー、多分、あの、刻印をね、 押されてしまう人が、あのー今、今後出てくる可能性があるのでね。そういう方にどうぞシェア,シェアしてあげてください。えー、実はね、今日あのー、近所のね、八百屋さん、スーパーじゃなくてね、近所に八百屋さんあるので、八百屋さんに行ってきたんですよ。よかったです。八百屋さんは、はあ,あれでした。無事でした。はい。刻印押されてませんでした。なので、あのー、一応ね、 えー、ちょっと知り合いのことをちょっと伝えて、あのー、ね、こういうことがありましたからって、えー、言ってね、それで、あのー、ちょっと、待ってみるように、えー、説得、説得できました。八百屋さんのね、あのー、おばさんもすごいいい人なので、はい、えー、できたら、ああ、ね、えー、刻印を押さないでほしいと思ってます。 はい。えー、そんなこんなです。はい。えー、ちなみに、この塗り絵ですね。この塗り絵は、えー、去年のですね。はい、こちらがお見本です。秋なんですけど、ちょっとね、えー、明るくしました。はい。りんごを収穫しております。りんごですね。はい。りんご見える、見えますでしょうかはい。美味しいりんごですね。えー、ちなみに、昨日、昨日じゃない、一昨日かな。 私もリンゴをちょっと買ってきました。はい、ジャムにしようかなと思ってます。本当はね、赤毛のあんのイメージだったので、髪を赤くしようと思ってたんですけど、やめました。はい。<laughs> はい、それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。